どれだけ多くしただろう。がっかりな everyday。 唇を噛んで。あれがエリニアだ。メイプルアイランドの魔法族の村より桁違いに大きい。村？あれって木じゃないの？ま、行ってみればわかるさ。なんだか面白そうだな。あのエリニアに世界樹の種があるって話は信頼できるのか？旅で各地を回ったヨハンの話だからな。ナニーナ、他に何か聞いてないか？知らない。ご機嫌斜めらしい。久しぶりに自分の故郷に帰るってのに。テンション低いじゃないか。女の子ってのはいろいろあるんだっぺ。いろいろってなんだ。いろいろはいろいろだっぺ。複雑な女心だっぺ。適当なこと言わないで。私エリニアには行かない。なんでだよニーナ。とにかく行かないったら行かない。やれやれ、勝手なお嬢様だ。まったくだニーナ。世界樹の種のオークション、すっげーなー。はあ、うわー、へー、こー、これがエリニア、魔法族の村か。おい、あれを見ろ。オクトパス。行こう。世界樹の種はどこにある？早く出さないと村が大変なことになっちまうぞ。大砲。ダメダメ、前見て。撃て。撃つパス。もっと撃て。やめろ。チャイニーレイ。眩しい。お前らに種は渡さない。さっさとこの村から出ていけ。この生意気なガキめ、こいつでぶっ飛ばすぞ。アリバ。いやいや、貴様ら種を奪いに来たんだな。そうはさせないぞ。お前たちにもお見舞いしてやるわ。撃て撃て。玉切れパス。アリバ、あっ。またまた冗談だってばよ。助けてくれてありがとう。俺はズッカ。俺アルって言うんだ。よろしくな。バローだ。ガルスだ。へへ、これも修行のうちさ。修行？俺たち世界樹の種を探して旅をしてるんだ。世界樹の種。ああ、これのことか。うわ、噂には聞いていたが、こんな簡単に見つかるとは。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。なずか、その種俺たちに譲ってくれないか。うん、いいよ。やったぜ。ただし条件がある。え？この種がそんなに貴重なものならただで渡すわけにはいかないな。俺はこの種をオークションに出す。そこで一番多くの貢ぎ物を持ってきたやつにこの種を渡すことにする。ということでオークションを3日後に開催する。誰でも参加は自由だぞ。おー、すごい。
種がオークションに出されるらしいわよ。どこの民たちも狙っているらしい。その種を手に入れると何でも願いが叶うという噂だぞ。それは本当か？魔法族のオークション、オークションが開催されるよ。とんでもない価値がある種なんだってさ。何としても手に入れるんだ。この分だとライバルは多いぞ。すんなり種が手に入ると思ったんだが、そんな簡単じゃないな。魔法使いってのは皆ああいう性格なのか？ニーナとそっくりだ。とにかくオークションに向けて貢ぎ物を集めよう。お、来た！手伝おう。こりゃでかいぞ。傑作だ。やれやれ、先が長そうだ。これも修行のうちだぜ。ちょっとあんた、お、ここの木の実全部取っちゃダメだよ。え、木の実を全部残らず取っちゃったらこの先木が育たなくなっちゃうじゃないの。あ、ごめん。そうそう、それでいいわ。全部芽が出るわけじゃないんだからね。ところであなたもエリニアのオークションに参加するつもり？ああ。ふーん、さすがはズッカ、頭いいわよね。ズッカと知り合いなのか？まあね、ここらじゃみんな知ってるよ。ズッカたちはエリニアの村を守るために一生懸命なのさ。確かに、アリバたちに襲われた時も頑張ってたもんな。世界中の種を狙う雑多団たちにエリニアは何度も襲われてるの。そのせいで村は貧しくなっちゃって。まだ少年なのに村を守ってるなんて、ズッカは偉いよね。ああ。しかも男前なんだよね。あの意地悪な感じがクールで痺れちゃうの。まあ、あんたとは大違いよね。悪かったね。マロ、準備はいいか？ああ。撃ちまくりー。